皆さんこんにちは。今日はね、前からこう出てたやつですね、剥がれてたんですけど、あのリアガラスの後ろね、リアガラスのこのゴムのなんだかな、パッキンっていうんですかね、これが、まあ、購入した時からちょっとね剥がれてたんですけど、あの、まあ、今暑いってこともあって徐々に徐々にこの拡大してきてね、剥がれがこう広がってきたんですよね。で、ここのね塗装のなんていうかな、こう膜みたいのがあるんですけど、厚いね膜みたいな、でこれが今剥がれちゃったんだよね。ここねポロって剥がれちゃったので、下地がこのゴムなんだけど、でここはあれなんだよね、あの木戸さんに聞いたらこのガラスと一体になってるらしいんだよね、このゴムが。なんで、2つやり方があって、まずこれ全部と交換しちゃう、ガラスと一緒に全部交換しちゃうみたいなのが一つの方法と、でもここにボンドを突っ込んでここでくっつけるっていう手があると。で、まあこれガラス全部ね割れてるわけじゃないから交換するのもったいないから、今度はボンドで突っ込んでね、止めたらええんやないですかって話で、まあ明日ね、やってもらおうかなと思うんですけど、ここがねパカ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 いっちゃうんですよ。でこれあのレールの上にねこのゴムがはまってるらしいんですけど、これも結構剥がれるらしいんだよね。この僕も前期時は、こっちの上の方だね、こっちの方がね陥没してたんだよね。で後期の今回は ここねちょっとね購入した時もちょっと剥がれてたんですけどね、結構こう広がってきちゃってね、どん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 剥がれてって、どん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 こう広がっていくとねベロンっていっちゃうんでね、もう潮時だなと思って明日これかける前に行かなきゃダメだったよね、本当ね。かける前に行かなきゃダメだったんだけど、これ行きますよ明日。はい、Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.